国内初となる新型コロナ変異ウイルスの市中での感染例が県内で確認され県は昨日、感染拡大緊急警報を発令しました今夜には専門家会議を開き今後の対策について感染症の専門医などの意見を聞く予定です変異したウイルスに感染したのは県東部の8つの市や町を管轄する東部保健所のエリアに住む20代女性と40代女性 20代女性と60代男性は県外の人との接触があり市中感染したとみられ県や国が感染経路を調べていますその後の調査で60代男性の濃厚接触者も変異ウイルスに感染した疑いがあり精密な調査を続けています一方同じ東部保健所管内で新型コロナに感染した他の31人の検体を調べたところ 全て陰性でした県は今夜専門家会議を開き今後の対策について感染症の専門医などの意見を聞く予定です